どうも皆さん、こんにちは、ひのです。皆さん、つびついやってますか？皆さん、以前、僕がね、動画で、ゴールデンウィーク戦争、2期生拠点が、オリオクに襲撃されて、自ら自分たちで爆破することになったよ、みたいな、そういう戦いをね、僕らしたわけなんですけど、その時に、あのでかい拠点を、自分たちで自ら TNT、大量の TNT で破壊したわけなんですよ。で、その時に、なんと、サーバーがね、2回ぐらい、サバ落ちして、で、これってもしかして、僕らが大量に TNT を爆破したせいなんじゃないのかみたいなチャットでね、流れてたりしてたんですけど、それを見てね、僕はこう思いました。それ本当に TNT 大量の爆発でこのサーバー落とせるのかと。ということで、今回は、さすがいくんの TNT 献上のもと、サーバー落とし実験を今からね、決行していきたいと思います。で、今回ね、これ、こちら、もう全部、これ、TNT です。正直ね、こんな使い切れないと思うんですけど、まだまだね、ここにもあるんで、この、大量の TNT で、こちらのね、土地、1990、2312、ここをね、今、こうやって、ゾンビとか、牛ちゃんがね、こうやっているんですけども、ここを全部吹き飛ばして、大きな穴、風穴、クレーターをね、繰り出したら、果たして、サーバー落ちるのか、今回はね、みんなで検証していきたいと思います。ということでね、設置していきましょう。で、一旦、こっからピーってやってこうか。こっからね、ピーって TNT 設置してって、で、爆破するときはね、ちょっとここのチェストとかシュルカーとか一旦片付けてね、そっから安全確認ができたら爆破させていきましょう。で、メンバーがね、まだまだ多分いるんですけど、優先級持ってなくて待ってるよっていう状態の人もいるんで、先に TNT 設置作業を僕らで進めていきたいと思います。ということで皆さん、準備できた人、ジャンプ！一人ですね。はい、ということでね、太一くんがジャンプしてくれたということで、皆さん設置していきましょう。頑張るぞ。おお、うわー、もう全部使い切ろう。もうそんぐらいの勢いでね、助けのだるいからやっていきましょう。頑張るぞ。はい、ということで、バットマン組はね、スカフォールド利用しつつ、やるとしたらちゃんと面接してくださいね。日野さん面接だと多分オネム JP 受かっちゃうからな。オネム JP 大きい意味だから名前だけ名前が好き。絶対何やってるか知らないっすよ、ね、分かんない、全く知らない。はい、ということで、ね、じゃんじゃん今積み上げてきてます。どうですか、だいぶいい感じじゃない？もうすでにマガマガしいね、この量はやばすぎる。まあ、本気でね、島潰してみた、島一個吹き飛ばしてみたみたいな勢いでね、今 TNT 撒いてます。でもさすがにさ、こんだけあったらなんか落ちそうだよね。予想は落ちると思います。サーバー大量の爆発、大量のね、エンティティ発生で、大量の人、そして大量のね、この爆破エフェクト、これによって、まあ、この島吹き飛んだ瞬間にサーバー落ちる可能性あります。なのでね、今ねもしかしたらなんかちょっと重くねって言ってる人いるかもしれない。こんな TNT 巻かれてて、まだね、でも弾幕薄いですね。これからもっと厚くしていかないと。じゃあ僕が濃くしていきましょう。正直なんか見栄えとか全然気にしないで普通に巻いてくださいって感じでやってるんで、あんまり綺麗じゃないんですけど、とりあえず爆破すればいいかなって、爆破して吹き飛んでくれれば、まあ、僕的にはいいので、ということで、ね、雑談しながら巻いていきたいと思います。多分ね、これから先、まあ、雑談シーン、お話ししながら巻いてるシーンが多分早送りで流れていくんじゃないでしょうか。皆さんもね、その間サーバーが落ちるのかどうか、シンキングタイムスタートということで考えてみてください。いや、もうすでにマガマガしいな、結構。戦ってるんですか？サースとレルムが多分チームで、それ以外全員敵って感じ。あ、めっちゃ行きたい、めっちゃ楽しそう。エクソ死んで、生卵死んで、プリン死んで、ランル死んで、今日本人誰も勝ってない。え、マジ？でも一回生卵があれ KX 落としてる。いや、でもちょうど00がそれのおかげで本当に落ちそうじゃない、これやったら。確かに、うん、やばいっす。今ずっとクリスタル飛んでます。うわ、気持ち悪い、これ気持ち悪い。今グリム君に気持ち悪いっつったの。違う、これ一瞬思ったマジで画面気持ち悪い、これ。
気持ち悪い。やば。やばこいつ。面白いことなんだっけ。効率いいと思うんだけど。俺効率いいやんこれ。さすがい。めっちゃ効率いい。ほら。ゆきくん天才じゃん。よう思いついたそれ。NBT あって。あ、それ出しとけば多分売れてたと思う。ちょ見てて周りの人。ゆきくんこれ見て。やば。これどう？あ、通話に。あ、すごい、めっちゃ置けてるわ。あ、置けてるわ、めっちゃ。作ってんじゃん。あ、これめっちゃいいわ。はい、ということでね、みんなで、まあ、約1時間ぐらいかけて、そこにあるね、チェストを全部置きました。で、上に、ここにね、殺害時って書いてあって、で、ここに、日野と書いてあります。日野 TNT。まあ、つまり、ここを爆破した後ね、爆破後、観光地みたいになってくれたら嬉しいなと思います。おそらくね 2B2E 最大のクレーター島になるんじゃないでしょうか。もしかしたらね最大の爆発にもなるかもしれない。だから皆さんね、今この動画見てるみんな、そしてね協力してくれてるみんなはね、歴史的瞬間を目の当たりにしてる皆さんです。これすごいよね、量えぐくないですか。まあ、約ラージチェスト、まあ、10個分ぐらい、まあ、10個以上あんのかな、わかんないけど、だいぶあります。本当にチート使ったから1時間ぐらいで終わったんですけど、もうチートなしでやってたら気が狂うほどの時間、まあ1ヶ月ぐらいかかんじゃない、こんな奥ならわかんないけど、ってぐらいにはもうめちゃめちゃ TNT が置いてあります。でちなみにもうこれだけでね、すごい芸術作品と言ってもいいと思うんですけど、まあここからが本番なんですよね。実はこれを爆破させた時、果たしてこのサーバーは落ちるのか、それの検証なので、皆さんここからが本番です。今やってるメンバー的には、まあ、おそらくサーバーダウン、一時的なサーバーダウンは起こるかもしれないけど、まあ、永久的なサーバー落ちるとかそういうのはないでしょうという、まあ、意見でまとまりました。まあ、果たしてこれがね一時的なサーバーダウンになるのか、それとも僕らのせいで永久に通備追できなくなってしまうのか、まあ、分からないですけど、こちらねアナーキーサーバーなんで何をしてもいいということで、僕らはねサーバーダウンをこれから行っていきたいと思います。ということで、今からこちら爆破させていきたいと思います。皆さんまずね、リンゴ食してください。もうリンゴ食さないと死んでしまいますんでね、気をつけてください。で、問題はどっから爆発するかなんだけど、適当に行くぞ。大丈夫みんな、準備できてる？準備できてる人、ジャンプ！わー！オッケーオッケー！いいね！ということで、さあ早速、この 2B2E 最大の爆発、起こしていきたいと思います。着火まで、3、2、1、逃げろーっていうね、まあそういうこともあります。もう一度いきますよ。とりあえずここしかね削れませんでした。今どこがちょうどいいと思う、みんな。どうしよう。いや僕死ぬわ。 上からやんないと無理。お、来てる来てる来てる。おっと？おっと？はい、ということでね、ちょっとね、失敗しちゃったんですけど、もう一度、こっちのね、みんなも弓を撃って、爆破させてくれると。で、僕もね、上から爆破させることによって、TNT の雨にすると。まあ、そういう二重作戦でいきたいと思います。じゃあ、いきますよ。せーの。うわー！上から全部ね降らせることによって、もう最初からこうするべきだったわ、マジで。あ、落ちた。連鎖しない、全然全然連鎖しない。なんで？頼む頼む、サバ落ちしてくれ。てんてんてんなんですけど、今のとこ重くもなんともないですね、正直。全然重くない。でも半分ぐらい吹っ飛びましたね。でもまだね、続きいきましょう。まだね、消えてないから。これすべてね、終わらせれば、今回終わりです、今日。もしかして TNT 多すぎて、落ちたやつが消えるんじゃないの？もしかして。結果そんな重くないっていう状況になってるのではないだろうか。ほら、だって少ないもん、エンティティ。みんな、どんどん着火せ。どんどん着火して、どんどん。
やばいっすね。ちょっとね、想像外ですね、これ。予想外のことが。あ、でも連鎖してる、あそこ。いや、ナイス、ナイス、ナイス。うまい、うまい、うまい、うまい。ナイス。止まるな。サーバーの方なんですけど、今のとこ、正直全然重くないです。で、TNT。大量にあります、まだ。やばいね、絶望だわ。これ全部爆発させないと。頼む、サーバー落ちろ。サーバーは落ちてくれ。僕は落ちたくないけど。これでうまく下が連鎖してくれれば、だいぶ重くなる。はず。頼む。頼む。あれ？おかしいぞ。どうすか皆さん、下どう今。いい感じ？いい感じかな？いや、ダメだな。落ちないな。いや、みんな頑張って、爆破させてくれてるけども。もうただ、大穴が開いてるだけっていう。人生ね、うまくいかないっすね、こうやって。人生の厳しさを教えてくれるサーバー。それが 2v3 なのか。ちなみに、チャットでなんかラグいねって言ってる人は、今のところいないので、特にラグくもなってないと。おい！一番、待ってくれ。一番聞きたくないチャットが流れてるんだけど。軽いねとか流れ、おい。僕ら今重くさせてるんだから、軽いねって言うな、お前ら。今一番聞きたくなかった、その軽いねは。いや、でも諦めないっすね、僕は。みんなね、まだ諦め。今日なんか、おい、やめろ。やめろ、今日軽くねとか言うな。お前ら、やめてくれ。この努力はどうなってしまったんだ、もう。こんな頑張ったのに。いや、なんで落ちないの、マジで。絶対落ちると思ったんだけど。ビツイをやってるみんな、ラグイってチャットしよう。頑張ってくれてますけど。え、ラグイもしかして。ラグイ、お前ら、カクカクだな。お前ら、やばい、死ぬ。死ぬ。リンゴ食べ忘れし、危ない。ラグイよな。もう、これじゃあ僕ら、ただ単に、頑張って、TNT を置いて、島荒らしてる人になっちゃったじゃん。クレーター作っただけの人になっちゃった。はい、ということでね、今回結果なんですけど、こんな感じに、ま、島はボコボコになりました。で、なんならね、最初あんな真っ平らだった土地がこんなボコボコになってしまったわけなんですけど、ちょっとね、僕の想像のボコボコとは違うなっていう感じがしますね。まあ、個人的に月のクレーターみたいな、ああいう隕石が落ちた後みたいなデカさのね、あれができるかなって思ってたんですけど、まばらですね、全然。だ、本当に、ただ、拠点が荒らされちゃった人たちみたいな、そんな感じの後になってしまってる。全然サーバーも落ちない。もう、挙句の果ては、僕を囲い出して爆破し出すという、もう地獄ですね。大失敗です、この実験。いやー、いけると思ったんだけどな、まさか。無理だったとは思いませんでした。こちら、現在座標、まあ、2010-2299。ここら辺にね、僕らの実験跡があるので、興味がある方は、ぜひ、こちらね、来てください。サーバーね、こうすれば落ちるんじゃないですか？ラグマシーン作れますよっていう人は、僕のコメ欄にコメントの方、お願いします。ということで、今回は、大量に TNT を置いて爆破させたら、サーバーは落ちるのかの実験だったんですけども、検証結果、落ちないというか、そもそも連鎖して爆発できなかったというね、実験結果になりました。この動画がね、いいなと思ったら、チャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。